弁慶草は、弁慶草科の多年草、薬用植物。別名、小弁慶草。和名弁慶草は、一説には、生命力が強く、形容を捨ててもそこから芽を出すので、武蔵坊弁慶にちなんで名付けられたとされる。江戸時代の方言辞典、物類証拠によれば、花のついた形容を糸で吊るしておくと、乾いてしぼんだものでも雷鳴がとどろくと色を増すと、言われ、 強いという意味から、弁慶草と名付けたとしている。別名古弁慶草。古名、地方名でイキグサと呼ばれている。中国植物名は、慶天という。中国原産と言われ、日本の本州中北部から九州にかけて分布し、産地の草原などに自生する。多年草。草丈は30から50センチメートルで、9から10月頃、淡紅色の小花を、 半球型に群がり咲かせる。歯には、セドウヘプツロース、スクロース、フラクトースなどの糖を含んでいる。これら成分は、皮膚の傷を覆うことによって外部から、細菌の侵入を防ぎ、外部からの刺激を抑制し、傷面を保護する役目を果たし、間接的な薬用効果が期待されて用いられる。幸いは、10月頃に株分けし、挿し木は5から6月頃に行う。 葉は、薬用し、夏から秋にとって、天日乾燥させて生薬にしたものを、経典と称している。また、随時、生用も薬用にする。民間療法で、地には、経典ついた治療 5g を 400cc の水で、煎じて、その繊維液を患部につける。腫れ物、切り傷、軽いうち身などに、生用を採集して軽く火で炙り、薄皮を除いて、 柔らかくしたものを患部に貼り付ける方法が知られ、消炎の効果で症状を柔らげるのに役立つと言われている。かつては毒蛇に噛まれた時の良いと言われていたことがあったが、これは根拠がないもので、成分からすると毒蛇の解毒効果はない。全体に大きい黄弁形層は中国原産の栽培品種である。弁形層と同じ成分を含むので同様に薬用されている。 花、米倉孝二、梶田忠、ハイロテラフィアムエリスロスティックトム、エイチオーバ BG プランツワミョウ名インデックス。2020年5月17日閲覧。米倉孝二、梶田忠、セダム奥山用意。BG プランツワミョウ名インデックス。2020年5月17日閲覧。米倉孝二梶、梶田忠、セダムエリスロスタカムミク。 BG プランツワ名学名インデックス。2020年5月17日閲覧。ABCDEFG 開通吉高シタカ 1995P194ABCDEFGHIJK 田中工事 1995P111 ありがとうございます。